マニラの戦いは、マニラ地域の主に現在のパラニア家で、林大鳥率いる中国、日本の海賊と、スペイン軍と先住民の同盟軍との間で、行われた戦いである。この戦いは1574年11月29日に、起こった、林大鳥の艦隊は、パラニア家に上陸し、そこからイントラムロストリデへの攻撃を開始した。当初、住民は混乱していたが、 林大鳥の軍隊は彼らを改装させた。さらに和光は、スペイン軍の司令官であるマルティンド・ゴイティを殺害したが、マルティンド・ゴイティの抵抗により、マニラへの攻撃を遅らせることになった。林大鳥の和光軍は、マニラを包囲したが、不安でサルセード率いるスペインのマスケット銃士50人の部隊が包囲を破った。マニラで破れた、林大鳥は撤退し、 マニラへの進攻計画を放棄して、パンガシナン州を占領した。一年後、サルセド率いるスペイン軍が再び林大鳥を破った。1571年のスペイン時の調査報告によると、日本人の海賊、密貿易商人が支配する植民地は、マニラ、カガヤンバレー地方、コルディリエラ、リンガエン、バターン、カタンドゥアネスにあったという。1574年、 林大鳥の艦隊はマニラを目指して出発した。林大鳥は関東での戦いで名艦隊によって追放されたばかりで、より少ない労力で大きな利益を得られるフィリピン諸島に本拠地を移すことを考えていた。スペイン人の船員を乗せた中国の貿易船を打破した後、マニラには200人ほどのスペイン人兵士の守備隊しかいないことを知り、 奇襲をかければ簡単に都市を占領できると判断した。11月、スペイン人捕虜に導かれた、林大鳥は、スペイン人を追放して、都市を奪うために集められた約60隻のジャンク船で、編成された船団を率いて、ルソン島に到着した。林大鳥の部隊は2000人の兵士、2000人の水兵、1500人の入植者で構成されていた。その中には、 家族全員、中国や日本で捕らえられた身の代金目当ての女性、農民、大工、職人、医者、そして入植地を作るために必要なすべての物資が含まれていた。また、日本の資料によれば、林大鳥は和光の一派と同盟して行動しており、その結果、林大鳥の軍隊の中核は日本人和光であったと考えられている。スペインの資料によれば、 侵略者のサーベルは、伝統的な中国の武器と共に、日本の刀に由来する刀であったと記述されている。リマ本の艦隊は、不安でサルセードとフランシスコでサベドラが指揮する、ルソン島北部のスペインの拠点に発見された。3人の伝令を回路で送ったが、無風のために、海賊船団に追いつかれ、スペイン人は船を捨てて、陸路を徒歩で進むことを余儀なくされた。 その結果、伝令の到着が遅れた。11月30日、林大鳥は、日本人和光、サイヤコが率いる400から600人の海賊を投入し、気づかれず、都市に野襲をかけようとした。しかし、林大鳥は海岸に到着した直後、同案内だった、スペイン人捕虜を処刑するよう命じてしまい、道案内の喪失によって、奇襲作戦は失敗に終わった。 サヤコの遠征隊は危険な潮流に巻き込まれ3隻の船を失いパラニャー県に向かって流されてしまった。サヤ子はロープで船を牽引しながらマニラまで徒歩で行軍することを決断した。再建されたサンアグスティン教会、サヤ子たちは地元民を手当たり次第に襲っていたため発見された。住人たちは和光をボルネオから来たイスラム教徒の盗賊だと勘違いしていた。 マルティン・デ・ゴイティ総督は、サン・アグスティン教会近くの自宅で和光侵入の情報を得たが、10人の英兵を派遣しただけで警報を鳴らしたり、守備隊に知らせたりすることもなかった。海賊はすぐに英兵を殺して家を包囲したが、デ・ゴイティのツマルシアデル・コラルが窓から和光を侮辱した。激怒した最悪は家が十分に防御されていることを知り、火をつけるように命じた。 当時、コイティは、高齢で病気だったが、低い窓から飛び降りたという伝承がある。和光は、彼の鼻と耳を、戦利品として切り取ったとも言われている。サヤコは、マニラへの行軍を再開したが、地元民による警告が間に合い守備隊は防衛の準備を完了させていた。守備隊の指揮官はラベザリスで、彼の家は、市外の反対側に位置していた。サヤコの部隊は、 城壁の外で近くにいたロレンツォ・チャコンが指揮する20人のアルカブセロスに部隊に遭遇し、彼らの行軍を妨害した。数的優位に立った和光は、チャコンを包囲して迫り、残りの海賊が町に向かう前に8人を殺害した。和光は彼らを追いかけたが、アロン・ソベラスケス率いるスペイン兵80人の一体が、側面から攻撃してきた。最悪は、 戦術的な優位性が失われたことを悟り、さらに、スペイン軍の援軍の介入を恐れて、林大鳥と,との合流を約束していたカビテへの退却を呼びかけた。サイヤコと、彼の部隊は林大鳥の艦隊に乗り込み、2日間の休息後の攻撃再開を計画した。ラベサリスは、近くの兵士をすべてマニラに呼び寄せて、要塞を築き、新たな攻撃への対策をしていた。 マニラでは、海賊が、ボルネオ島のブルネイ帝国ラジャーに仕えているとの見方が、根強く、ラベサリスは、敵の内通者ではないかと疑って、地元のイスラム教徒の宗長、ヌマナタイとラジャバゴの二人を逮捕した。その直後、サルセードが援軍を連れて、マニラに到着したため、ゴイティの後釜にラベサリスを昇進させ、サルセード自身の率いる部隊は勝利だった、ガスパール・ラミレスに任せた。 この時点でのスペイン軍は、イベリア兵150から200人、バウアンのイロカノ族の戦士200人と、民兵数人だった。12月2日夜、林大鳥の艦隊がマニラに到着するのが目撃された。最初の砲撃戦は夜明けに行われ、艦隊は怒りを下ろして、サヤコが再び指揮する1500人の海賊を配備した。 サン・アグスティン協会を含む多くの海岸の家々に火をつけた後、サヤコは軍隊を三つの部隊に分けるように命じ、スペイン人を三方から包囲できる外に引きつけることを期待した。しかし、ラベサリスはサヤコの戦術を察知し、和光艦隊がより良い射撃位置を求めて移動しても、城壁内の防御陣地の方が安全性が確保でき、反撃に適しているとみて、 兵士が城壁を離れることを禁じた。最終的に銃撃戦の中、サイヤコは突撃を指示、3個部隊を後衛に残したまま、に方向から城壁を攻撃する命令を下した。サンティアゴ要塞、マニラ・マニラ市民は当初、すべての攻撃を撃退したが、スペインのアラバルデロスの指揮官の一人、サンチョ・ウルティス少尉が、狙撃し、その結果彼の部隊は圧倒され、 城壁は和光に解放された。和光は市内に入り、サルセードやマニラ市長のフランシスコ・デレオンの軍と交戦していたが、スペイン軍の大砲は和光艦隊を圧倒して郊外に押し出していた。主戦場となったのは路上でデレオンは和光に殺害されたが、その直後、サイヤコ自身もスペインの射撃手によって戦死した。指揮官を失った和光たちは、 ついに城壁から追い出された。多くの死傷者を出したが、サルセイドは和光を浜辺に追いやったが、林大鳥が数隻の船で400人の兵士の援軍を配備して戻ってきたため、彼らは城壁に戻らざるを得なくなった。林大鳥は、サイヤ子が残した3つの部隊のうち1つを呼び寄せ、合計1000人ほどの兵を集めたが、これ以上の攻撃は無駄と判断して、攻撃を中止した。 林大鳥は2隻の船に火を放ち、サルセドの注意を逸らそうとしたが、スペイン人はその策略を見破り、略奪者たちを倒してしまったという。結局、林大鳥はすべての兵士を船に呼び寄せ、マニラからの攻撃を受けて、海岸を完全に放棄した。林大鳥は、パラニャー家に向けて、略奪を行い、サルセドは、マニラを再建して、第三次攻撃に備えた。 夜間、浜辺に、たくさんの松明が灯されて混乱したが、和光の遺留品を物色するルソンの地元民であることが分かり、その後、林大鳥の艦隊が確実に北に退却したことが、マニラに知らされた。戦後、地元の民兵の一人であるガロは、その勇敢さと指導力により、貴族や高位聖職者だけに許されたドンの称号を与えられた。ラベサリスが、 追撃艦隊を集めるためにパナイ島、カマリネス島、セブ島から軍を呼び寄せている間、サルセイドは、トンドとミンドロの暴動を解決するために派兵された。彼は自ら州長のラカンドラを説得して降伏させ、日攻めで拷問されていた聖職者の人質を解放した。ありがとうございます。